剣戦の高い人との戦い方、攻防について説明します。自分よりも剣戦が高い人、が、まあ、中にいます。その人と戦うためにはまずこの構えを崩させることによって相手の打突のリズムが狂うことを引き出さなきゃいけません。それをまず下を攻める、下ろさせる、そしたらパンパーンと上から乗っていきます。あるいは高い、あるいは表を張っていきます。相手がそのまま出てこいと思ったらタンタンとすり上げていきます。この高さから打ってくる人にはすり上げが非常に有効的です。もう一つはその高さが来るときには上を捨てて伏せて必ずこの怒りが打てると思います。いずれにしましても相手との構えの高い人に合わせてやるってことが一番危険です。それよりも相手の構えを崩させるっていう方法を勉強すると戦いが非常に有利になっていきます。以上です。次に剣戦の低い人との戦い方を説明しています。剣戦の低い人とは非常にやりにくい、あまり戦ったことがないっていうことも含めてそうですが、やはり体の中心につけられている、非常に、まあ、刀なら直さだけど突っ込んでいけない、踏み込んでいけないっていうことが起きます。そこでこういう相手をやはり剣戦を上げさせて戦うためにはやはり突きをね、まず攻め上げます。突くぞと見せたら上がってきます。余興として上がってきます。こう上げさせて戦えばこちらが有利になってきます。あるいはもしそのまま行くならば内ごと打ってピメーンと入ります。この剣戦をもろともせずにバンバーンとこう上から打ち落として入る。でもう一つは今言ったようにずっと突きを攻めて相手を剣戦上げさせてタンタンと入っていきます。まあまず基本的にはまずこの2つをしっかり意識して練習すると相手の構えが崩れるし打突の好機が見つかっていくと思います。